こっから逃げてんだあいつら。そういうことね。なんだ。ほら、ほら。こちら水くんです。今日はですね、田んぼがあるところの用水路にやってまいりました。今日はですね、こちらの用水路見てください。水草が生えてます。今日こちらの方でガサガサやっていこうと思います。それじゃあやっていこう。さあやっていこうか。いや一応ね、ウェダー来てきたんだけど、まあ、もう一軒ね、ガサガサ回るんでウェダー来てきたんだけど、まあ、ここはね、いらなそうなんだけど、まあ入っていこうか。うん、どうせウェダー来てるし。いや水生昆虫ワンチャン取れんかな。うわ深い、思ったより深い。でできるだけ水草ね荒らしたくないんで。はい、おーおーおーおお、待て、ちょ腕は巻くよ。ねエビがいっぱい入りましたね。エビが早速、あー待って、アメも入ってる。はい、あー待って、ちょっと待って、水多くてアメも逃げられちゃう。あ、雨、ちょっと待って、雨も待て、くそ、待て。アメンボと、あ、シジミもいますね。シジミ、あと、沼エビたくさん。うん、あ、ブラックタイガー、通称ブラックタイガーのエビさん。あとはいいね、水生昆虫も取れるぞこの川で。シジミがいてエビがいるということは、もしかしたらなんか他の生き物もいるかもしれない。すげえ沼だな、ここいいところだ。魚類の姿は見えんかな、エビばっかりですね。うわ、ヒルだ。あ、ヤゴもいる。これヒルだろ。うわ、ヒルだ。あ、バカバカバカ入ってくな。やば。はい。ヤゴとヒルと、新しく新入りとして入ったぐらいかな。ヒルもいっぱいいるね。で、この水路、上流に向かってまだいっぱい続いてるので、上流の方行ってみましょう。すごいな。ここ、なんかただのさ、なんかその、なんて言うんだろう、横が壁になってる用水路かなと思ってたんだけど、見た感じあれだね。見た感じってか、入った感じ、中に砂が敷かれてるわ。敷かれてんのか流れてきてるのか分からんけど、そのおかげでなんかシジミとかがたくさんこう地面に生息してるみたいですね。うん、こうやってほら地面すくってみるとシジミがたくさん入るから、シジミやったり川にな入るから、たくさんシジミが生息してるんでしょうね。シジミがいるならワンチャンタナゴとかいないかな。まあいないか。ちょっとシジミがいるんやったらあんま踏み潰したくないから上がろう。あ、待って、あそこめっちゃ面白いブロックあるじゃん。あんま上向けないんだけど、ほらこのブロックはなんかいるだろさすがに。なんか、はい、下流に網を置いて、はい、え、何もいなかったみたいな。かまあこんだけ流れがあれば何もいないか。お、また用水路の分岐のための場所が来たぞ。うわ、ここめっちゃいいじゃん。めっちゃ水草あるよ。俺のおばあちゃん家にそっくりやな。今度またおばあちゃん家行ってガサガサしたいな。あー待って、魚いる。おい、魚入った。ほら、あ、麦つくじゃない。しかもこれ俺の推し魚、アブラハヤと麦つくが入りました。ボッテボテやね、しかもこの子たち太ってんなお前ら。あとこれなんだ、カワムツかな。カワムツの幼魚が入ったな。まだいるだろう、なんか魚。まさかこんなとこで麦つくが取れるとは。しかもこの2種か、魚種珍しい2種が入ったな。魚種もまた、これまたこっち側もいるだろう絶対。はい。あ、この2匹だけ？それとも今俺が荒らしたから逃げただけ？あ、スジエビだ。お、おもろいな、ここ。この用水路おもろいぞ。いいね。アブラハヤとムギツクは面白いな。見たことない組み合わせだった。アブラハヤは結構ね、川の上流を好んで住んでるんだけど、ムギツクはどうなんだろうか。お、もう一箇所また、
用水路の分岐点が見えてきたぞ。おい、ここめっちゃ魚いるぞ。あ、めっちゃいるめっちゃいる。あ、めっちゃいるめっちゃいる。でもどうやっとるこれ。用水路の中でだから超安易に取れそうな感じするけど、深っここだけ。しかもうわ取れんし竜巻うわ取れんかった。え、マジか、あんだけ魚いたのに。あ、なんか一匹幼魚は入ったわ。あ、なんかここ いっぱい行き来してる。ここを通ってんやな。ってことはあっち側逃げたな、あいつら。うん、この感じは。あ、なんかヒルがいる。うん、もうヒルはいいて、ええて。作り的にこっちに逃げた感じがしたけど、うわ何ここ、え、すんげえ、ええ用水路があるよ。ええ感じの用水路。あっさ想像の520倍浅かった。嘘やん、いてえ。まさか用水路で魚取れると思わんかったな。水生昆虫狙ってきてたんだけどな、今日アメンボとかさ、その辺狙ってきたんだけど、まさか用水路で水生昆虫が、うわ、なんかすごい蜘蛛の巣が。いや、俺小学生の時にこんな用水路近くにあったらさ、魚取れるまでやってるよ、ガサガサ。うん、まあ小学生の時に来たかったな、こういう用水路。うん、俺が小学生の時に見たかったこういう用水路。図鑑でよう載ってるよね、こういう用水路って。なんか魚が取れるような、あ、なんか、あ、ハエがおる、どうも。テントウムシやらなんやら。ここ草すごいな、上がろう一体。よいしょ。うわ、小学校の時見たかったな、こんな。なんかね、ザリガニが取れる用水路はあったんよ。うん、まあ、もう取れんくなったけど。なんでやと思う、なんでザリガニ取れんくなったと思う。俺がね、子供の時にね、取り尽くしたからだよね。うん、別にね、駆除したいとか思ったわけじゃないよ。ただ俺は好きでザリガニ取ってたんやけど、まあほら、飼育しきれんくてさ、死なしちゃったりしてることが何回かあって、で友達もね、そういうことがよくあったんだけど、そういうことしたらそこの地区のザリガニ絶滅したすごない。うん、さっき麦漬けた油ハエが取れた場所行こう。あれか、なんかすごいな、でっかいところよりもこういう小さい用水路の方が生き物いっぱいいるってすごいな。うん、ここ、さっきね、何気に取れてるから、ここやっぱいるよね、まだなんかいると思うんだよね、まだ。はい、ね、でかいスジエビ、でかっ、てか、あ、ここなんか隙間があるぞ、ここに。ここのさ、石の間にさ、隙間がある、ここに。ほら、こっから逃げてんだあいつら、そういうことね。なんだ、え、ほら、え、ほらほら、めっちゃ出てきたやっぱり隙間に逃げてた。ほらね、言ったろお前ら、うん、やっぱ俺が言ってること正しいんやって、さすが俺。うん、自分で自分を褒めたたえる時間来るで、これ。これってことはさ、逆にさ、下流のここに置いたらさ、あ、ここか、こっからしか出口ないからさ、ほら、いや、これぐらいしかおらんかったんか、どうだ、こっちの方が取れる。ほら、まだ入ったなんかそんな気がしたんよ。アブラハヤですね。はい、え、ガチでおもろかったんだけど。うん、てかさ、ここのさ、多分さ、水路さ、ずっとさ、水通ってんだろうね。こうやって水草が入ってるからさ、それもさ、魚たちにとってはプラスだよね。すごく利点ではある。いや、ごめんね、今日ガサガサしまくってめちゃめちゃ荒らしちゃったけど。ごめん、うん、そこはごめんね。許してほしいわ。ごめんね。だいぶ隅か荒らしちゃったけど。ごめんごめん。なんかアブラハヤにしてはいい色してんな、お前ら。まあ、水生昆虫のアメンボン取れたからね、今日は。なんでだって、あ、逃げられたかなアメンボンも逃げられてたかな。今ですね、逃がす分と持って帰る分だけ決めて、さあ帰ろうかなと思ったら、見てください、ドンコいた。うん、で、もう一匹いてね、
いるかな。あ、いるだ。ほら、これハモロコ。おもろいな。かなり大きいドンコだね、これね。この川でずっと餌食べてたんかな。用水路か。現場からは以上です。それではエンディングどうぞ。ということでね、今回こんな感じで終わっていきます。僕はですね、こんな感じで生き物の採集だったり昆虫の採集、あと昆虫の標本作る生放送やってますんで、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではバイバーイ。